どうも皆さんこんにちは、大宮まりでございます。はい、皆様ゴールデンウィークでございます。はい、いやね、私の方はね、前まではね、ゴールデンウィーク関係ないようなサービス系やってて、まあ、ね、今ちょっとね、お仕事ない状況で、もうね、ゴールデンウィークもクソもねえよって感じなんですけどね。はい。まあね、そういうわけでね、まあ、せっかくゴールデンウィークだから、ね、なんかちょっと、ゴールデンウィークで私自身もね、とても暇なのでね。まあね、まだちょっとね、読んでない本、ここにね、たくさんあるんですけど、それはね、また別でね、随時ね、読んで紹介していただいて思うんですけど、まあね、今回からですね、ちょっとね、ゴールデンウィーク企画ってということで、まあちょっとね、昔読んだ本でおすすめの本っていうのをね、紹介していきたいなって思います。はい。はい。でね、そういうわけでね、ちょっとね、前置き長くなりましたが、ちょっとね、紹介の方をさせていただきたいと思います。はい。今回紹介するのはこちら。上橋菜穂子さん作、古敵の彼方でございます。はい。まあね、こちらね、上橋菜穂子さん、作者の方、皆さんね、例えば、そうですね、精霊の森人とか、あとはね、獣の奏者とかをね、書いたね、作者さんでございまして、まあね、こちらの方ね、アニメとかドラマとかでね、映像化された作品でもあるので、まあね、ご存知の方多いかなと思うんですけど、まあ、そちらのね、上橋さんの書いた、作品の一つで、ね、まあ、こちらね、どちらかというとね、まあ、比較的、初期の頃の作品になってまして、ね、まあね、こちらね、嵐の方だけ説明させていただきますと、主人公、こちら主人公はですね、まあね、とある村、とある地域で、サンバさんをしている、ね、女性が、主人公になってまして、まあね、彼女はですね、昔、狐を助けたんです。狐を助けたんですが、その狐がですね、実は、呪術に使われる、呪いとかに使われる、ね、特別な狐でございまして、まあね、そのね、彼との出会いがきっかけになって、まあね、その、国同士の、まあね、呪いとかをテーマにした、争いに巻き込まれていき、まあね、そこでね、以前助けた狐とね、徐々に、交流を深めていくっていうね、そういう感じの話になってるんですけどね。まあね、こちらね、まあ結構ね、そういうわけで、石川恋愛とかをね、含んでる作品なんですけど、まあね、本当にね、ガッツリプラトニック系って感じで、まあ、なんて言ったらいいのかな。こう、本当に、恋心さえその前の友好から始まっていって、まあ、そこからね、どんどんね、恋の中に結ばれていくね、そういうすごい長い、ね、期間、スパンっていうか期間っていうのを得たね、そういう感じのね、作品で、そこら辺がね、すごいじっくり、世界観に浸りながら読めていけるって、そういう感じの作品になっておりまして、まあ、あとですね、こちらね、上橋さん、まあね、声優の森とかね、あとね、獣奏者、そこら辺はね、比較的新しい作品、まあね、読んだり見たりとかした方だったらね、どちらか分かると思うんですけど、あちらはね、どちらかというとね、まあ、アジア圏の世界観って言いたいのかな。まあ、ね、そういう感じの、ね、世界観なんですけど、まあ、上橋さんはね、結構初期の頃は、純日本的な世界観の方がね、舞台として多くありまして、まあ、こちらもですね、本当に古敵の感じで、こちらね、本当、純日本的っていうか、ね、完璧に日本的な世界観でして、まあ、そこら辺がね、結構ね、その初期の上橋さんらしい世界観っていうのをね、楽しめる。まあね、今、最近の上橋さんのは、まあ、上橋さんのアジア的世界観とはまた違う、そういう感じのね、世界観が、楽しめる作品になってますので、ね、まあ、そこら辺もね、見てて面白いかなと、そういうふうに思います。はい。まあ、ね、はい。全然そういうわけでね、まあ、こういう石川恋愛なんですけど、まあね、このね、ラストもね、すごい必見ですので、皆さんね、好きな、和風ファンタジーとか、あとはね、石川恋愛好きな方とかね、ぜひ読んでいただけたらなと、そういうふうに思います。はい。こちらになります。はい。それではですね、時間の方、ちょうどよろしいので、本日はこちらでお別れさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。それでは、また、別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。